Hallo und herzlich willkommen zurück zum 19. Teil von Yakuza 6, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sind direkt in einer Cutscene, die lasse ich mal für sich sprechen. Ja, so erwerben wir uns eines weiteren Males der Jingyan-Mafia, die schon in früheren Teilen eine wichtige Rolle gespielt hat in der Serie. Und das sind ganz schön eine ganze Menge an Leuten, die wir jetzt besiegen müssen. Vor allem ein bisschen Konzentration, habe das Spiel einige Zeit jetzt nicht gespielt. Ich möchte dann, ob das gut läuft. Wir haben es auch noch geschafft, da habe ich jetzt kurz bezweifelt, nachdem das zeitweise nicht so aussah. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind auf dem Weg übrigens nach Stardust, also zu Stardust, diesem Club. Ja, Kamuro Chōyun wa omoroi machi ja no, Ariki. Kinkai te ga yama hodo oru. Kashira, itteru soba kara mata kite masu yo. Imagoro Hanjungi ga machi kutaberetaru na. Kiryu no Ariki, ato wa washira de katazuke masu wa. 先にスターダストに行っててつかさい。わしらはここでお楽しみじゃ。キリュの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな。タツカを探すのは最優先ですから。俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行ってつかさい。わかった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。 わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食いたりんじゃろうが。 Okay, ja, wir bewegen uns jetzt weiter in Richtung Stardust. Während uns der Rücken freigehalten wird von den Leuten, die uns in der Hafenstadt schon begleitet haben.
Also in Onomichi, wenn ich mich richtig erinnere, wie die hieß. Und hier sind wir in Stardust und hoffen mal, dass wir nicht auch wieder den Koreanern über den Weg laufen, aber wird wahrscheinlich so sein. Nachdem wir ja Yoon Gi-han treffen sollen, der auch Koreaner ist. Kiryu no aniki. Yuta. Kashira ga Kiryu no aniki ni tsuiteru tte iu mon de. Nani? Yōu koso oide kudasaimashita, Kiryu-san. Enryū wa irimasen. Sa, o futari tomo douzo. Nagumo wa dou shiteru nda? Kashira wa daijoubu ssyo. Maji de kenka ga tanoshikute shikata nai mitai desu. Kore de Kiyomi-san no koto o 吹っ切れるんじゃないですかね。<笑>そうか。随分お時間がかかったので心配しましたよ、キリュウさん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れる。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカは住まいと高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それより、いい店でしょ？ 前のオーナーはセンスがいい。ただまあ、何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまり上手くいってねえようだな。これは手厳しい。ですが、ここはあくまでも表の顔でしてね。一元の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に 裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう？ジンゴン派ってことか。ええ。うちの人間には確かにキリュウさんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで 人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の龍が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら 俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴大丈夫なんですか？あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。 ホストクラブってやつなんすか？下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ
単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がない。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川はここにいるんだろうな。どいつだ。残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです？あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん一対一の勝負です。受けていただけますか？俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはない。よう、あのリングであんたを倒せば達川の情報を聞かせてくれるのか？ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ？兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に達川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは達川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてたハルカちゃんを傷者にしやがった。それを考えると腹渡煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は達川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。
お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのハン・ジュンギが務めさせていただきます。ユータ、心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切って怠慢張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆、宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあ、ロングを。なかなかいいよ、ユータ君。これで君も桐生の兄貴に顔が立つでしょ。待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろ。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで、私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あ
渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな、ハン・ジュンギ。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。 Yeah, and what will happen here you will see in the next part, in the 20th part, if I'm correct, of Yakuza 6. Then we will see the next boss fight. Thank you for watching.